さあそれでは続いてのコーナー参りましょう。ふと客と喋ろう。いやよかったね。さあというわけでね、もう14回目ですが、今回もあの客席にハンドマイクをこう渡していくので、ちょっと僕と喋りたい方は手を挙げてください。はい、今まで僕の YouTube の生配信で赤いスーパーチャット1万円以上のスパチャを送ったことがある人、ちょっと手を挙げてください。どうですか、まだまだいるね、いるね。じゃあ、そこすごい固まってるね。1、2、3人、3人ギュッとなってる。じゃあこっちにマイクを。じゃあまずは前の金髪ですか、茶髪のロングのお姉さま、誰だ。でも正直最近今月な、忙しくてやれてへんから覚えてるかな。あ、こんにちは。あ、こんにちは。はい、お名前いいですか。ミーです。あー、ミーに小さいでミーや。すごいね俺。スーパーサンクスの鬼やろ。はい、ほら俺すげー、スーパーサンクスもチェックしてるとはな。知ってるよ。だからスパチャのイメージはごめん、正直そんなにないねん。あんまりじゃない。あの前の半ばぐらいにやってた、この間の配信で1回1万円を5回ぐらい分けて、あるっすで、1万円5回ぐらい送ってくれて、ほんでそう、ミーは賢いね。スーパーサンクスを、あれね、スーパーチャットじゃなくて普通の YouTube の投稿した動画にも今投げ銭できるようになって、ほんでミーが渋いのはだってスーパーチャットやから俺がリアクションできんねんで、ミーが1万円ふとギャグありがとうとか言ってコメント読んで、いえこの野郎とか言うねんけど、スーパーサンクスは俺一個も触れへんもんな。絶対絡まれへんのにけなげに送ってんのが実るんですよね。これ昔話みたいな話やね。これは教訓ですよ皆さん。スーパーサンクスも大事、ありがとうねえ。仕事は何なんかされてますか。あのパチンコ屋で働いてます。ウェイ、いいね。どこの。まあちょっとバレるんですけど、まあ、のどこ。地元はです。どこ地元は。あ、かマルハン。あ聞こうな。あ、でもあ、今は大手じゃない、過去は大手。パチンコアキネーターか。俺何回かの質問でパチンコ屋絞るんかよおい。過去大手、あ、そう、まあまあそういうとこがあんねや。ちょっとまたパチンコ負け漫談もやるわ、動画な YouTube で出すわ。ミーに拍手を皆さん。ではそのミーの一つ後ろのこっち側のお姉さん行きましょうか。はい、あ、お姉さんです。はい、ここ3人固まってるからね、ふと客が。お名前いいですか。ごしゃいちゃんです。うわー、ごしゃいちゃんや。ラクダイポケモンのごしゃいちゃんやろ。ラクタンポケモン。ラクタン。ポッチャマや。あ、そうです、アイコンな。ごしゃいちゃんなんかみんな知ってんじゃん。俺があれ記憶良すぎ。ごしゃいちゃんや、ハイドロポンプ言うてな。うん、大好きで。なあ、いやー覚えてるね俺。大学4年生ですか今。大学4年生です。で単位大丈夫やったん。あ、大丈夫で卒業確定しました。うん、お、卒学、はい、おめでとうございます、卒業確定。何すんのこれから。就職します。何、もう決まった。決まりました。あ、そうか。その今までのスパチャの収入源は何やったん。結構送ってくれてるよだって、ごしゃいちゃん。バイト。バイト、何の。飲食と短期バイトで。うわ、めっちゃ働いてるやん。ほんま。じゃあその収入源が今度就職でこう安定していくわけや。な、君なんか少ない月もあったけどスパチャが。そこは大丈夫ってことね。何系に就職なんや。金融系。おい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 、ふと客育つね。金融でかい。外資。うおマジ、なんて言ったか。あんまりそんな。あ、そうか。でも融資とかもやってんの。
そのあなたが就職する金融屋はやってんの？まあなくてもお前が始めろよ。おいちょかやええな金融なんや。すげえな。ごしゃいちゃんはなあ最近あんまじゃない？でも今短期バイトですごくいい感じなので。マジ？なんちょ何ぼくれるかちょっと約束しといてよ次配信して。何ぼくれんの？来月の25日の給料が予定では17ぐらい。17万円ぐらい。17万ぐらい入るバイトです。すごいね、はい、のということは17万くれる。ごしゃちゃんなんか喋りたいことある？なんかでも就活してる時に、うん、ソシニャンのソシニャン。はい、ソシニャン の、 その給料が少ないっていう動画を見て、うん、支えてあげたいっていうのをきっかけに、うん、そう給料も良くてボーナスも良くてっていうのを入れつつで上京もできるっていう条件で一生懸命就活して決まったのでありがとうございました。いえいえこちらこそ。俺の何が好きなん？もともとなんかすごく落ち込んでた時に、はい、配信をたまたま見かけて、はい、でふと客になったらなんか構ってもらえる。うんうん、で1万円投げたら、うん、その話してくれるっていうのを知って、うん、コスパいいなって思って。あ、そうやねん、コスパええねんな。これ他のなんかなアイドルとかに1万円で貢いでもないもんな関わり。健全よな。だから1万投げて話せてみたいな。健全、めちゃくちゃコスパいい。健全です。めちゃ健全です。めちゃくちゃ健全です。大きい声出る。もっと めちゃ健全です。健全です。よし、健全ですから皆さん。ごしゃいちゃんに拍手を。ありがとう。ではお隣の女性の方に、はい、これは、お連れ様ではない。あ、ではないです。違いますか、はい、たまたま太客があそこに3人ギュッと並びました。しかも全員新規の太客。お名前何ですか？サチオアット女性エンジニアです。なんてなんてなんてサチオアット女性エンジニア、はい、何やっけそれ。女性エンジニア、はい、あ、俺あれちゃう、なんか女性っていらんのちゃうみたいな。そうですそうです。あぶねー。あぶねー、覚えてたなあ。そうです、エンジニアでええやん。その誇り、逆に誇り持ててないぞみたいなね。女性ってつけることでいやいやいや珍しないよみたいな。え、エンジニアですか？はい。おいくつですか？27歳です。あ、そう。え、給料月何本ぐらいなあ、でも転職1年目なのでそんなにです。あ、そうな、30万円ぐらい。そこまで儲かってないです。あ、そうですか。もっと投げてもらわないとね。隣にバイトで17万円稼いでる子いるんですから。あなた何本ですか累計？俺に送ったん累計、今月初めてスパチャしたのでまだ1万円です。1万円でしょ。ダメですよそんなの。あのね、もっとよ、深夜夜勤始めてくださいで、もっと稼いで、まあ月10ノルマにしようか。月10ノルマにするか、君は5でいいから友達を2人紹介してください。それでやってください。あなた少ないよ。ノルマ達成できてへんねんからね。サチオアットマーク女性エンジニアに拍手を皆さん。ありがとうございます。